こね。じゃあここにあの小屋みたいなのあったのかな。
お寺に着きました。こんなとこに。でもいい、おにぎり刺し焼き、あ、でも人の足跡があるんで通る人いるのかな。なんか道があります。あ、なんかあの昔のスズメバチが、まあ、やって多分これが昔のあれなのかな。
まあすごいですよね。どういった経緯でこういう感じに石が積み重なったのかが謎ですけど。すごいな。素晴らしい。この先にも岩があるんですけど、今日はちょっとこの辺でやめておこうかなと思います。興味ある人はまあ行ってみてください。ちょっと足場も悪いのと、蜂がなんかスズメバチが結構いるので、これも屋根瓦、あのお寺の屋根瓦かな。結構歴史を感じさせられるようなエリアかなと思います。木之城のちょっと離れた場所にこういう集落とお寺があるっていうのはちょっとなんか深いなと思います。設置昭和51年3月、まあただ立ち入り禁止エリアが多いので、おそらく結構重要な貴重な花とか文化財があるそうなんで、ちょっとなかなか注意しながら行った方がいいのかなと思います。ありがとうございました。